それでは今回は曲げないティーショットについてお話をしていきたいというふうに思います、えー、まあ曲げないと言ってもなかなか難しいことになると思うんですけどもできるだけシンプルなスイングを作るということが大切になってきますまあ、シンプルというのはですねできるだけスクエアにヒットをすることを最終目標とするということですねまずはスクエアなアドレスそれから ススクエアにたたるためのこのこイングプレーンですねこちらでプラス体重移動、まあ、その3点ぐらいに絞りまして今からちょっと説明をしたいと思いますまずそのスクエアなアドレスの作り方として自分はよくやるんですけども剣道のお面のような形真上からクラブをこうストーンと落とします落としたところにボールを置くという癖をまずつけていただくスライサーの方はこう。 フッカーのの方はこうずれる傾向がありますのでスクエアなアドレスをこう目指すとストンとそうすると常に自分に対してスクエアなアドレスっていうのができるようになってくると思いますで次にですねスイングプレーンですね基本的には自分のおへそからボールの位置ですねこちらに扇形のようなねこういった面があるというふうにイメージしてくださいこの面上を通してあげるのがスイングプレーンだと このプレーンに対してクラブをなぞっていくような形。まあ最初はたくさんこう素振りで扇形のところをクラブを通すようにイメージをしていただくってことが非常にこう大切だと思います。それを結果的に大きくしたのがフルスイングだというふうになってきます。スクエアなアドレス、それからスイングプレーンというのを意識しましたけれども、アマチュアの方によく多いのは逆の体重移動って非常にこう多いです。まあ、頭を動かさないとかボールに当てたいという気持ちから。 トップで左足の体重これが非常に多いですね。左足体重が残ると高い位置にクラブが来てクラブがアウトサイドから来て体重に関してはインパクトの時に右足に乗ってしまうフィニッシュで左足に乗れないというような方はもうほとんどの方がカットということになりますのでそこを気をつけていただけるように基本的に歩く動作と一緒です歩く時、右,右足に、 体重の下は左肩がこうやって自然に出てきます左足を踏み込むと右肩がこうやって出てきますこの形を右足左足とこの体重ですね右足左足歩く動作と一緒ですこれを意識するそれではですねスクエアなドレスそれからスイングプレーンそして体重移動というね、えー、そこの3点を意識しながら1球打ってみたいと思います この3つのつポイントをご自分で最終的には作り上げていただくそうすると精度の高い曲がらないティーショットを生むことになってくると思います。